もしもし。時間かかりました。なんか今使ってるのがさ、昔の携帯のね、友達の昔の携帯でインスタで配信しようとしたんですけど、なんかインスタライブは最新バージョンにアップデートしないとできませんってなって。だったからこの間俺がね、画面録画してたの、その質問を。画面録画していつでも見れるようにしようと思って画面録画して、4分ぐらいずーっとこうやってやってたんだけど、一向にこれもうダメだ、この画面録画じゃダメだと思って終わんなくて、で、ハイライトいけたらいいやんっていうので、ハイライトに入れてやってた。この質問のやつの4分間だけどスライドショーがあるから、これを今こっちに移しました。マジ用意しといてよかったな。撮っといてよかった。はい、じゃあ、まあ、この4分は入ってるんですけど、何？答えられない質問もあるからね。それは答えませんけど、なんか適当にやっていきたいと思います。読みたくもないやつあるんだよな。前世は何だったと思う？前世。前世は、むず。前世って何？強い侍。香川県にメンバーで遊びに来てほしいな。うどん食べてほしい。香川県ってさ、あれ？誰か、実家というか、なんか出身香川じゃなかったっけ？違う？違うっけ？香川県いいね。香川県、うどん食べたいね、それこそ。あ、徳島だね。そうだ、徳島だ。就活つらい。応援してほしいです。就活はね、頑張って。なんか気楽でいいと思うよ、就活って。なんか俺も大学さ、全部行ってさ、4年間行ってね、ほぼ大学をフルタンで卒業したんですよ。単位落とすことなく。でね、まあ就活はしないなと思って、音楽に進もうって思ってたんですけど、なんか本当に分かんない、やりたい仕事を見つけられればそこでさ、大学で就活してさ、イエーイってなれるかもしれないんだけど、なんか、あんまり、やるこ、こ、私これ、決まってないんだよな、みたいな、人？時とか？なんか、それで就活するとね、続けてる人あんま少ないかもな、俺の周り。なんか転職めっちゃしてるから、なんかやりたいことを将来ね、なんかなんだろうな、これをやりたいとかさ、それこんな職に就いてみたいとか、興味あるっていうものをなんか大学生のうちに探した方がいいなってめっちゃ思うかも。めっちゃガチレスしたけど、そう、
なんか人の役にというか、なんか助けになる仕事をしたい、でも何でもいいんだけどさ、なんか本当にそういうやりたいことを見つけるのが大学の3年間2年半だなってなんかめっちゃ思います。あの大学生以下の方へ、人生の先輩から思うことです。だからなんかあんま決まってないなと思う人も、なんか就活でやばいやばい私受かんないとかじゃなくて、なんか私の1個目の、ホップステップジャンプで転職するとして、なんかここだったらなんかまあとりあえず経験詰めそうだなみたいな簡単な気持ちで受けんのいいんじゃない？わかんないけど、なんかそう思うな。なんかあんまり深く考えなくてもいいんじゃないかなとは思いますけど、はい、まあね、自分のいいところは絶対あるので、なんかそこを生かした仕事に、私のこれがこの仕事に役立つと思いますとかさ、なんかそういうのがあったらいいですよね。俺絶対強いもんな、就活なんてやったら。さあ人生ね、なんとかなんのよ、なんとかなります。ライブ広島来てください。東京にも来てください。待ってます。しゅうくんのピンク髪好きすぎます、イエーイハッピー。これで終わりですで使ってください。なんかこれ結構来てたんだけどさ、なんか使うわけないやん。はい、写真集イベいけないフラグで立ち直れません。写真集見て元気出してね。はい、しゅうくんとたかしくんの歌声相性バッチリ、実際たかしくんと一緒に歌ってどうでしたか。こんなのはもういいに決まってるじゃん。そんなのはねいいですよ。あの本当は歌っててね、すごいなんか笑顔になれる相手ですね、やっぱり。はい、なんかあんまりなんか2人でユニゾンとかで歌ってたりして、あんまなんか心から笑える楽しめる人ってあんまいないかもなって思うんですけど、なんかそれがうちのタカティ君です。はい、ドシンキですが、シュウマサに沼ってしまいました。マー君とのエピソード何かありますか。マサのエピソード、マサがあるものをなんか新しく買いたいって言ってて、で、あ、これのこういうのめっちゃいいよっていう、ここのこういうのめっちゃいいよみたいな、なんかちょっとおしゃれじゃないけどそういうのがあって、それいいよって言ってて、あ、じゃあ帰って調べてみるわみたいな言ってて、で俺もなんかお風呂入って、あ、ちょっと暇だからなんかマサの調べてあげようと思って調べて、あ、これめっちゃいいじゃんって言って送ったの、マサに。これめっちゃいいよって。そしたら、今同じサイトのやつ見てたわ。俺マジで寒気してたよ。俺後ろになんかいんのかなと思って。あ、マサ来た？やばいよね。あれめちゃめちゃさ、鳥肌立たなかった？ちょっとびっくりした。どんだけだよと思って。マジでマサともうね、何日一緒にいるか分かんないぐらいいた。この間も。この間もなんかずっとなんかカフェ行って。3日も、?1 日。明日、明後日も一緒にいるでしょ？仕事で。で、また次の日はなんかないんですけど、そこでもマサとどっか行くでしょ？どんだけいいんだよっていう。もう飽きるわ、そろそろ。
なんかまさか年下だけど本当に年下って感じがしないんだよな俺。愛してるぜ。はい、愛してます。まさまさばっかなんだよな。超特急のライブ行きたいのに予定合わないのどうしたらいいですか。予定を合わせてみてください。ぜひ待ってます。ライブ見たら、ライブに来たらもうドハマりしますよ多分。はい、急にいろんな個性を持ってるので。ライブに来ようとするけどいけない。まあ分かるね、仕事とかね、仕事とかあると思うんですけど、一回マジでちょっと無理してでも一回ちょっと有給とか分かんないけど、あの使って見に来てください。はい、俺らが合わせられないから、合わせてもらうしかないから、だから俺らはどんだけ合わせてもらえる存在になるかだよね。だからもっとね、あの行きたいと思うってもらえるように頑張ります。はい、はるくんとご飯行くなら何食べに行く。春は安いもので大丈夫です。多分分かんないので、舌がまだちょっとお子ちゃまなんで、19歳なんで。はい、好きなディズニーキャラクターはスティッチです。はい、何のフルーツが好き。最近ね、俺ねめっちゃ桃が好きです。桃めっちゃ一番好きかも俺。桃がやばい今、やばいですね。このちょっとあのマジで言いたいこのさ質問。俺雑だった。いや俺ポンポン行きたいからさ、なんかさっさって言っちゃってごめんね。あの雑じゃないよ、ちゃんとこもってるからね。シュウくん好きになっていいですか。これもうマジでこれあのさ、あのこれは構ってほしいじゃん。めっちゃあったの。あの誰々からシュウヤくん気になってるんですけどみたいな、もうなんか聞くなよみたいな、俺に、俺が好きになってくださいっていうキャラじゃないし、別に好きになってって言って好きになってもらうことを嬉しいとも思わないし、あのね、いやかまとしてのは分かるんですよ。ただ俺は別に言わないで、そんな好きになってくださいとか、超特急のことは言います。超特急のことを好きになりそうですとかさ、沼りそうです、じゃあ一回ライブ来て楽しんでください、曲一回聴いてみてください、 MV 見てくださいってめっちゃ言う。それは超特急はね、俺は言わん。あのそんな好きになってって言って好きになってくれる人を、俺は俺のこと多分ね長つく続かないと思うマジで。俺そういう人じゃないから、なんか可愛いことしてキャピーみたいな、そういうさ、多分そういう人は分かんない、求めてわかんないけどね。俺あの質問だから軽く言ってやみたいな感じかもしれないですけど、あのもう俺はそう、俺になんかそういうのを求められても多分今後も多分言わないので、なんかそうかも、なんか分かるかな、すいません、なんか調子乗せたらごめんなさい。でもあのそういう人なんで、調子に乗ってるとかじゃないよ、ただあの僕の歌だったりとか、なんか人間性だったり、なんかそういうのを見て好きになってくれたら僕はすごい嬉しいです。はい、リョウガッチのエピソードはなんかさ、この間人がさ来たら光がねピカンって灯るとこに涼牙くんが先に行ったのよ、部屋にね。そしたら、え待って、涼牙ち今あの部屋行ったよなって思ったの。俺も入ったの。そしたら暗くて、で、え
怖い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 、え、両こっちはって思って俺がもう一回パッて動いたら、あの俺を感知して光ったの、その部屋が。だから多分あの人は人じゃない、マジでびっくりした。え、もうびっくりしちゃったの俺。それですぐ隣に両ガチがいて、えってんで声出ちゃって、え、自分人として認識されてないやんって言ったら、あの両ガチも爆笑してました。人として認知されてないみたいな、ははは、って笑ってました。はい、最近はね、映画、最近映画とか見た？最近はトランスフォーマー見ました。トランスフォーマーを、見に行った。金沢行ったことあるよ。金沢はね、なんだっけな、中学生で行きました。中学生の修学旅行、なんかあのインフルエンザで大阪京都が行けなくて、行けなくて金沢に行った。なんか合唱作りとか、シュウ君でギャルって、そのさ、めっちゃ俺前から思ってたの、ギャルっていう人なんか、え、わかんない、え、こういう、え、なんて言えばいいの、言葉がむずいな。こういう人と絡んできてなかったのかな、わかんない、え、絡んできてなかった、え、わかんない、このこういうさ、今までみんなが絡んできた人が中学校高校の時にギャルだったの。ギャルに耐性がないというか、この軽い、なんていうのかな、ノリにの人は、私ついていけない、何あの生物は、何なんだ、ギャルだってなってるわけ。わかんないんだけど俺、そのギャルって意味がわかんない、俺ちょっと意味がわかりません、僕からしたら。なんか、え、みんな静かタイプって思うんだけど、あんまりちょっとよくわかんないです。ちいかわ知ってるよ。ちいかわなんか大地が好きですね。大阪だって大阪行くじゃん。大阪行きます。ピアリーナのライブが初乗車なんだけどとても不安です。これね、質問でも答えました。今回東京、東京、大阪、大阪、2days 2days、合計4days の、アリーナがあります。そのアリーナね、もうすごいご応募をいただいたそうで、すごい今からすごい楽しみなんですけど、絶対多分ね、行くまではちょっと一人で不安だなとか、ごめんなさい、ごめんなさい、神奈川です、すいません、もうでも東京です言っちゃったらもう神奈川なんで、もうギュッとしたら東京だから、なんだっけ、何の話今なんだっけ、神奈川ですごいなんかテンパって忘れちゃった。一人で来て、まだわかんない、恥ずかしい、怖い、怖いはねえか、緊張するみたいな感じかもしんないですけど、もうライブ見せたらもう忘れます、そんな気持ちなんて。パーってやってるよ多分、イエーイ超特急だぜみたいな、ダーンって言ってると思います。なので、楽しみにしててください。はい、
ああそうだが、アリーナツアー一人で行くので隣の席の人と話すコツを教えてほしい、だからその人にちょんちょんってやってダーン、はい、これ言ってみてください。そしたらもうマジでライブ中カタ君のライブ見れると思います。はい、最近ハマっていることは、これ言ったよね、あ言ってねえか、言ったの、最近キックボクシングにハマってます。ちょっと腰痛いのと痛かったのとツアーがあったので、あんまりちょっと1ヶ月ぐらい行けてなかったんですけど、最近また行ってますね。最近しゅやくん知って好きになったんですけど、キラル早く迷ってますってマーク、わかんない、でも楽しいと思います。はい、あざじゃないよ、え俺何腰ってなん、え何あざって、今でんって言ってる、なんか遅れてるな、いてる、だから毎日さキラで行くもん、行くからすごい多分楽しい、痛い、楽しいと思いますよ、わかんない。でも9月8日に、カラオケ配信をするので、俺もうめっちゃ考えてた今、1時間以上考えてた瀬戸利を、あ聞く、あ膝のね、あそうで、はい、もう何歌うかちょっと、いやー隠そうかな、でもこんだけ見ていただいてるので、誰の歌を歌うか、じゃあいい一人だけいます、ちょっとインスタもやるのね、インスタとキラリもやるんだけど、キスマイさんの何か歌いますね。はい、好きでしょ。あとは結構歌いますよ、用意しました、はい、楽しみにしていてください、マジでいい曲揃えました。ちょっとね、もう選曲神尾っていう呼んでるやつがいるんです、僕が、選曲神尾、神に男と書いて神尾、がいるんですけど、相談して何がいいと思う、このリクエストとかこうやって来てんだけどさ、綺麗でね募集してるんですよ、どれがいいと思う、しかもどういうのがいいかなみたいな、で1時間以上ちょっとかけて今ちょっとやってました、はい、まあ楽しみにしててください、いろんな方は歌います、でもガチセトリマジで落としに行くから俺、はい、まあ綺麗入ってる人はもう落ちてくれてるのか、まあ、僕はなんか本当にいい、好きと思う楽曲です。何バックナンバーさん、やっぱりさみんなさあれなの、やっぱ欲しいんだね、今んとこ入ってないんだけど入れるか、やっぱ入れて欲しいんだ、LDH さんも歌います、もう言うのやめよう、でも本当に結構、ま、結構揃えました、はい、あじゃあ俺拓也くんからバックナンバー何がいいでそれ入れるわ、その曲を入れます、拓也くんにバックナンバーで歌ってほしい曲何って言ってそれを入れますね、はい、それを入れます、うん、ごめん全然質問答えられてない、
マイナスな感情が出てきて抑えられない時の対処法についてアドバイスください。友達と遊ぶ、以上です。忘れて遊ぶ。最近買ったもの、最近買ったもの、まばたき理解リクエストしたんだ。瞬きだ、瞬きか。まあ俺にさ、リクエストする曲とさ、たかしくんにリクエストする曲は分かんないよ。一緒の、一緒顔なんて。はい。あ、また来たぞ。最後に使ってください。やめろ、これ。これ序盤じゃん。ちょっと待って。全然言ってないよ。一回でいいから、修也くん、近くで拝みたい。近くで会ってみてください。待ってます。お気に入りのピアス、今つけてるピアスです。修、埼玉来て。俺、埼玉出身だよって。バスケ見てるって、俺バスケ見てない。春が今、スラムダンク見せて、今日隣でちょっとね、一緒に見せて、俺スラムダンク、めっちゃ漫画見せて、もう4回、ぐる、4週ぐらいしてんの、俺。そう。だけどちょっと見て、うわ、夏と思って、ちょっと隣で見てました。最近買ったもの？最近買ったものは何だろうね。最近買ったもの？あ、靴！リコーエンスの靴を、たかくんと、まさと、たかくんこれシュー欲しいんだけどって言ってきて、で、俺がさ、よくね、着てる、リコーエンスっていうブランドの、ちょっとレアというか、靴があったんですけど、それを、買いたいんだけどって言ってきて、でもそれじゃちょっと何、顧客さんしか買え、なんか予約で完売しちゃうやつで、でじゃあ予約しといてあげるって言って予約して、そしたらマサも週ちょっと俺も欲しいってなって、でマサのも予約してあげて、で俺はまた別で買えたから、4足買いました。タカ君とマサとこれとこれと A と B を買って、俺は A、B を買って、で一緒に買い物行った、3人で買い物行った。タカス君が来てる。はい、自分家も来てる。はい、好きなアイス？最近ブルガリのね、アイスめっちゃ好きです。ブルガリアのアイス。スキンケアは、なんだっけ？ドクター K っていう、青山皮膚科のクリニックで出してる、ドクター K っていうやつと、あと、ゼオスキン使ってます。はい。ねえ、たかしくん。ブルガリアだよ。ダメだこれ。12251225で、シュウくんの沼にハマっちゃいました。本当に楽しいです。ありがとう。本当にこちらこそ。ありがとうございます。嬉しいです。そのライブを見てハマってくれる
っていうこと自体が嬉しい。ありがとうございます。頑張るよ。特にないって、お前送ってくんなよ。じゃあどんだけ好きやねん。カモっていつから口癖。カモは僕の仲いい芸人のアッシーってやつがいるんですけど、アッシーがね、大阪に旅行に行った時に、あそこ右かもとか、俺運転しててね、で、あ次左かもとか言ってて、はと思って、お前道を案内するのにかもって何って言って、でてかめっちゃかもって言うよね自分っていう話をして、てかかもっておもろいやんってなったから、そっからなんかめっちゃカモ使うようになりました。あの TikTok でさ、キモい音程で歌う人、なんか何十万人だっけ、足なんかいるでしょ。めっちゃ仲いいんですけど、この間もなんか服ちょっと拓也選んでよって言われて、一緒に服買いに行ってあげました。はい、吉本の芸人です。だって運転しててさ、あ、次右かもって。は？かも？道案内でかもって、え？ってなったんです。ってなったら、かもって質問来たわ。どういう気持ちだよ、これ、かもって。え？なんて言った俺。え？何？え？俺今なんて言った？ん？なんて言ったっけ？え、俺なんて言った？え？知事、質問？何で言ったの？今。何の流れで言った？あ、服ね。服を選んでっていうのは、草川拓也がおしゃれだから、草川拓也に選んでって言って、で拓也くん行けなかったから俺が行きました。次、拓也とのエピソード、拓也との、エピソードはこの間ね、マサ、俺、ハル、アロ、タクちゃん、ユウキちゃんで焼肉に行ったので、そしたら俺らもさ、毎回そんな怒ってましたもん、申し訳ないと、みんな払おうっつって、いくらっつったら、いいよお前らいいから、いやマジでいいからって言って、みんな出して、いいよ払ってくれました、草川くんが、あとゆきちゃんも二人で、はい、かっけかったです。そうたかしくんも行けなくて、かいくんもね配信があって行けなくて、で、りょうがっちゃん、お前、シェア、イーグル行くかよみたいな。いや、来いよ、朝早くてもっていう感じだったんですけど。いや、して、みんでもみんな行けないから、みたいな。で、来なかったんですけど。はい。で、たかしくん行けなかったから、次の日レコーディングかなんかで、たかやくんがね、ちょっと、ねえねえ、なんだっけ、ニンニク食べてみてよ。俺、嫌なの、俺、ニンニクが。で、ニンニク嫌だよって言って、
あんま好きじゃないって言ったの。さ、お願いめっちゃ美味しいから。いやもういい、もう本当にあんま好きじゃないから。本当に美味しいから食べて。もうめっちゃしつこくて。明日レコーディングだしって言ったら、じゃあそれたけしに送ればいいじゃんみたいな。で、食べたの。美味しくて、めっちゃ美味しかったの意外に。うわ何？めっちゃ美味しいってなって。でそれ写真撮ってたかしくんに、あの俺が、あのニンニクを食べてる写真をたかしくんに LINE で送りつけるっていう、はい、そういうこともありましたね。くだらなくない？こんなんしてんだよ俺ら普段。ニンニク食べてよ。いややだよ、臭くなるから嫌じゃん。いやそんな臭くなんないって、一個ぐらい美味しいから食べてよ。やだやだ。これを焼肉屋さんでやってます。仲いいエビダンメンバー、うーん、一番やっぱ仲いいモーリーかな。うん、だからちょっと休み合わせて、あのなんだっけ、旅行行こうよみたいな今なってて、行くんですけど多分。あとあのアイスの大太郎がなんかすごいね連絡くれたりとかしてたので、で今度ご飯行こうって言って、わかりましたって言って、何時ぐらいかな、この間8時ぐらいに、今仕事終わったんですけど今からご飯行けますかって、当日の日に。えっと思って、もう言うならちょっと先にこの日行けるかもとか来いよって言えよっていう、そんな感じでした。お酒はね好きじゃないです。飲まないほぼ。なんかご飯屋さんとか行っても全然飲みません。毎回黒ウーロン茶。シュエ君のおすすめの曲ありますか？タラララ青が澄んでいる、今でも青が澄んでいる、タラ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 、あのすごいなんか聞いちゃう。今年受験なのにまだ志望校が決まってなくて、しゅうくんどうやって志望校決めましたか？俺はね大学で、わかんないけど大学なのわかんないけど、なんかとりあえず名前通ってるところがいいなと思っててマーチを受けたんだけど、なんかみんなそのさ、俺アーティストになりたいってもう思ってたから高校の時に、大学行かないで、なんだっけね、料理学校行こうと思ってたの。だけどなんか仲いい友達が、あのみんな大学受験するってなって、はぁってなって、なんか俺だけなんか勉強してないの嫌だなってなって、なんかみんなよりちょっと遅れてね、やっぱちょっと大学行っとくかみたいな感じで大学に行こうってなって、でなんかみんな、ま、友達がねマーチ目指したから、じゃあ俺もそこでいいやってなって、で、受験の日に、なんか電車乗り違えて、間に合わなくて違う、一般のそのみんなが受けてるやつじゃない授業なんだよね、その遅れると。で、それで落ちまして、日本大学に、マジ落ちて日本大学行きました。はい、まあでも楽しかったですよ。すごいね、大切な仲間と出会えて、その大学の
友達も今回 B9 来てくれたし、はい、あれ本当に焦ったな。はまだ着かない、どういうことってなって、え全然違うとこだみたいな、もうやばかったですね。はい、バスケ以外の球技も得意なの？俺ゴルフできます。小学校の時にゴルフやってたから、ちょっとって、うん、ゴルフもできます。ゴルフって球技なの？一般だよ、一般入試。はい、そんぐらいですかね。もう59分なので大丈夫ですか？もう。お母さんの写真あるやん、携帯の中に。ウケる。はい、そんな感じで以上になります。皆さんありがとうございました。はい、次はね9月8日に、インスタライブとキラリ配信、歌い方する、歌カラオケ配信するので、ぜひ皆さん見に来てください。それではみんなありがとうございました。バイバーイ。もう今日はキラリしないよ。次8日ね。バイバーイ。ありがとうね。さようなら。